ジョーボナマッサは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ユーティカ出身のギタリスト、シンガーソングライターである。11歳の頃、カントリーミュージシャンのダニー・ガットンの下で、カントリーやジャズ、ハードロックについて学び、たびたびガットンのバンドにも加わっていった。翌年には、BB キングの前座を務めるようにもなった。14歳になって、フェンダーギターのイベントに参加して、その時に、 ベデー・オークリー・ジュニアと出会った。ボナ・マッサとオークリーは、マイルス・デイビスの息子であるエリンと、ロビー・クリーガーの息子であるウェイロンを誘って、ブラッドラインを結成した。彼らは、アルバム1作とヒットシングルを2作発売し、すぐに解散した。2000年に、トム・ダウドによるプロデュースのもと、アニュー・デイ・エスタデイと共にソロデビューを果たした。すぐに、ドラマーのケニー・クラーム。 およびベーシストのエリック・ザーともに、プロモーションツアーを行った。ツアーを終えると、すぐに2作目のアルバム、So It's Like That をクリフ・マグネスをプロデューサーに迎え、制作に取りかかる。このアルバムは、前作よりも古いロックの要素を取り入れた。このアルバムは、ビルボードのブルースチャートでは1位となった。2003年に発売した3作目の、ブルース・デラックスは、好意的な評価を得た。 この年はアメリカが衆国議会によってブルースの年と定められており、その事実を支えるために発売された。収録されたうち9曲が古いブルースの曲であり、ボナマッサの自作曲は3作のみであった。前作と同じくビルボードのブルースチャートで1位を得た。2005年に発売したハトゥックライト・デイ to では、そういっつらエクザットのような古いロックの要素を改めて取り入れた。 2005年後半になり、それまで共にしてきたバンドと決別して、新たにベーシストとして、マーク・エプスタイン、そしてケニー・ウェイン・シェパードのドラマーであったボギー・ボールズと組んだ。2006年には5作目のアルバム、You and Me を発売した。このアルバムでは、ジョン・ボーナムの息子であるジェイソン・ボーナムなど、著名なスタジオミュージシャンを数名起用した。 ビルボードのブルースチャートで1位を獲得した。スロージンは2007年8月の発売から10週以上に、わたってビルボードのブルースチャートに残った。今までのアルバムとは異なり、ここではアコースティックギターを使用した楽曲が増えている。この時期にはツアーバンドのベーシストがカルミネロハスへと変わり、リック・メリックがキーボードとして加わった。 彼らは、You and Me とスロージンの録音にも参加した。2008年11月9日、イギリスのカンブリラジオ番組、ポール・ジョーンズ・ラジオ・アワーが放送された。番組では、B.B. キング、マディブ・ウォーターズ、ロリー・ギャラガー、そしてエリック・クラプトンなどを流した。11月、ボナマッサは、翌年5月4日に、ロイヤル・アルバート・ホールでのコンサートを発表し、 チケットは一週間で完売した。彼はこのコンサートを20年間のキャリア総括と表現した。このロイヤルアルバートホールでのコンサートで、ボナマッサは初めて学んだ曲が、ファーザー・オ on Up the であったと話して、エリック・クラプトンと共に演奏した。またボナマッサは自分の曲をかけてくれた冠番組への賛辞を送り、マンフレットマンのメンバーであったポール・ジョーンズが一曲に、 ハーモニカで参加した。ボナマッサはこの日が人生最良の日であるとして、共に過ごした観客へ感謝の念を示した。2011年3月11日に起こった東日本大震災に伴い、同年5月10日に東京で予定されていたコンサートを中止した。後に9月19日に振り替え公演が行われた。国版が発売されたのはのついた作品のみ。 それ以外の作品に、公式の放題は存在しない。ブラッドラインジョーボナマッサライブ、アルバムコンピレーションブラックカントリーコミュニオン、ベスハートジョーボナマッサロックキャンディファンクパーティ、ー。ありがとうございます。